で、押す。ここか。これ違うのか。あれ、これなんだ。なんだこれ。いて。ちょっと待って、それやめて。今のなんだ。山の洞窟の仮拠点か。あ、あそこに作った仮拠点なのか。やべ、死ぬの早い。これ明日やばいぞ、これ俺。で、石炭ってどうやって作るんだっけ。あれ、こうだっけ。あれ、石炭って、あ、焼くんだ、多分。確か焼くんだよな。あれ焼く、あ、違う。石炭は焼くのに必要だから、まず、これでステーキ回収して、ちょっと待って、ごめん。これ、一個ずつやるのはこうやってやるのか。で、一個ずつこうやってやるのはこうで、で、よし。で、これで一個で確か8個くらい肉焼けるんだよな。ん？なんだこれ。俺なんでここに塔を建てたんだ。俺はなんでここに塔を。死になさい。一旦ちょっとやっぱり最初はね、ちょっとこういう、あれだな、石炭とか全部集めていこう。で、落ちないようにも注意しよう。で、なんだろう、でも俺、あれって人工でできるはずが、あ、鉄もある！鉄あるけど、あれ取りに行ったら死ぬって俺は、過去の学びでしっかり得てるから、なんだろう、ここ石炭がたくさんあるから、俺はチェックマークつけたってこと？バカすぎん？え？なんだここ？ちょっと待って。え？これ降りてもしないよな。え？何ここ？何ここ？いや、俺こんなとこ来てない。先住民族だ。いや違う。俺、ここを知らない俺は。ええー。あ、廃れたポータルが地中に湧いたってことなの？そんなことあるんだ。ええー、すげえ。そしたらネザーも確かあった気がするんだ。ネザーゲートも確か作ってあるから。ああ、埋めた、ここの、溶岩の風呂。埋めて、ああ、ここだー。はい。来た、まずここだ。で、ここに、俺の故郷がある。で、レコードとかも、うわぁ、たくさんあるな、結構。で、いらないやつは普通に、ここにもう、鉄塊とかいるか？でも鉄になるからな、一応いるんだろうな。で、鉄のクワも、もらっておこう。よし。まあ、ゴミしかない。じゃあ、ゴミしかないのはなぜかっていうと、その先に全て置いてきたから。大丈夫。ある。その先に全部がある。夢があるんだ。空島はあるから、多分こっち方向だったと思う。2500の1200だから、絶対こっち方向。まず間違えないと見ていい。いや、ガチで空島あるんだよね。で、一旦こっち行って、この山を越えた先ってことか。で、気持ち右か。多分こっちだよな。あれはトラップ！あれトラップだ、俺が昔作った。帰ってきた。多分ここダイヤモンドも結構たくさんあったと思うんだよね。うわぁ、美しい街、桜。桜を見るかい。ここだよ。で、ここが俺ん家だ。はい。うわ、ただいま。あ、ここは俺ん家じゃねえや。で、確かここ俺ラブホ作ったよね。確か俺この辺に、あったラブホだ。危ねえ。なんだここ。なんか作った後も、これあれだ、グリーン。あれだ、星のカービィを作ろうとして、挫折した場所だ、ここが俺の。で、ここが海底神殿につながる、ウォーデンがいるところへとつながる階段だ。アイドルの街は滅びたよ。牛の来襲によって。うん、誰もいなくなっちゃった。あー、ここラブホだわー。
そう、なんか、マンゼウ軍とかいう、謎のし、なんかその襲撃者に、牛が3体ぐらい襲いかかってきて、で、滅ぼされた。平然と。で、ここでラブホに泊まって、よし、村に帰ってきた、懐かしい。でんでででしい3ヶ月ぶりぐらいか。どこか心地いいな、このメロディー。すげえサラウンド音質だ。で、シューのポーション、俺ポーションこんな持ってたんだ。多分あれだな、回収したからだろうな、あそこで、あの地下の地下帝国で。あ、あとあれだ、金の馬鎧もある。これで馬を最終装備にすることもできますと。ありがたいね。で、こっから好き。あ、まだか、まだ焦るな。で、エンチャントされた金のリンゴもあるから。で、羊毛が確か、羊毛確かここに入れてたよな。ここ好き、ここ好き。そうすると夜も更けてきましたと。ここいいよな。ここマイナーになるとこ。てててんてんてんてててんてんてんてててん。で、一旦これ回収して、で、鉄のクワにして、鉄のクワ持ってくものをちゃんと決めよう。全然ねえな。というかダイヤモンド、消滅の呪いってなんだ。で、ダイヤモンドシリーズにして、あ、ダイヤモンドヘルムとかが全部なくなっちゃったんだ。で、ブーツだけ金にしてもいいな。ブーツだけ金にするんだっけ、確か。で、ちょっと音が混ざってすごいことになってる。で、これでダイヤモンドをとりあえず見つけて、で、これでダイヤモンドヘルムにして、で、ダイヤモンドヘルム作って、あとダイヤモンドの鎧も確か作ってなかったよな。で、鎧も作って、で、一旦これも置いておいて、で、神曲と。うわ、あそこにも。で、卵も回収して、卵は9で放り投げて、あ、30か。で、作ったんだよな。上回りまーす。この高速エレベーター。で、これちゃんと空気も通ってるから、快適快適と。で、これ上まで上がって、で、ここ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 。で、これで、あの、ピアノ弾いて、出て溜まっていったら、ここで、しゃがんで、あ、しゃがみってどうやんだっけ？あれ？しゃがまなくていいのか。で、ここで無限に経験値が、わあ、美味しい。シフトだ。で、こうすると、わあ、これだ。一気にレベルも12。これで確か10分ぐらいでレベル30にできるんだよな。確かどっかに水があったよな。で、ここで、ここに焦点絞って、ああ、で、一旦これで弾ヒュンして、
そうだそうだ、こうやって、こうやって行き来してたわ。で、これで一回玉ひゅんして、まあでもあれだからね。で、これでエンチャントをつけに行くって作業だったよな。よし、思い出し始めてる。失なさ、なんだっけな、俺シューティング、昨日やってた 3DS の顔シューティングでさ、牛もやりたかったんだけど、なんかね、充電器の調子が悪いみたいで、ていうかさ、昨日あの後なんか、3DS2 台欲しいなみたいな感じで言ってたら、視聴者が1台なんか、新しい 3DS くれて、普通になんかその 3DS そのものでなんか、やり取りすることができるようになっちゃったんだよね。普通にこじ、早く回収しろ、マジで。大丈夫、ここで死ぬなら、全然問題ないから。ていうか、これハードコア、経験値これでゼロやん、もう何やってんだよ。ちょっと負の連鎖が出来始めてるな。ちょっとこういうのほんとやめてこう。これ明日やったらお前、死罪だからね、ほんとに。ワンピースのウィーワーのね、ちょっと、伴奏の練習してたんだよ。違くない、違う、これ伴奏だからだよ、伴奏だから。このもう分かってねえな。この光をまず剣にぶつけて、違う、伴奏が多分主旋律が入ればみんなも聞こえるようになってんだけど、クソがよ、メロディー弾かなきゃ分かんねえのかよっていう怒りをまずここにこいつにぶつけていく。分かったよ、じゃあ分かった、じゃあもうこれで分かるでしょ。あ、違う、絶対合ってる、絶対合ってる。いや、これは間違ってない、本当に信じてほしいんだけど、これが間違ってたらもう俺何も信じられないよ、自分の耳を。いや、合ってるよね。個人的な話は誰かの倍音。絶対合ってると思うんだけどな。悔しいな。なんかみんな、なんだろうな。指摘すればおもろいと思ってるみたいな。そう、なんか、エセキー牛みたいなのが出てきてさ、そう、キー牛ならキー牛で、俺は合ってるから俺はそいつらは認めてあげたいんだけど、なんかただ間違ってるって言いてえだけの、なんの音楽の素養もねえカスが、最近頻発してて、なんかもう指摘すればもう自分は分かってると思ってるみたいな。本当にもうそれだけ許せねえんだよな、本当に。普通のキー牛以下だよ、それはもう。まあ、っていうか俺なんならキー牛ちょっと好きだし毎回的確に直してくれるからさ。で、そう、キー牛にも格というものがあるからな。モナチャ懐かしくね。モナチャはガチで懐かしいな。なんだっけモナチャって、あれだよね、ギコ猫とかさ、シーとか、八頭身さんとか、イチさんとかで、なんか、なりきりチャットみたいな感じだよな、確か。なりきりチャット。なんかね、俺、FF 版にいた気がするもん。俺、確か、セフィロスとかになってた気がするもんな。懐かしい。とりあえず、セフィロスとか、スコール、レオンハートとかになって、なんかちょっと中二病の口風呂して、ほう、大したものだな、みたいな。ことを言って、エアリスと取り合ったりするみたいな。そういうことあったりするんだよね。いや、でもみんなもしてなかったわ。いや、でも時代なんだよな、これ。これが俺たちの過ごした時代というか、その顔でって。だから、
その顔じゃなければリアルでやればやれやいってなるじゃん。あのさ、その顔でっていうのはもう俺完全に論破できるんだけど、この顔だからこそ顔が見えないところで活動するんでしょって。うん、なんかマジでなんかまといてねえんだお前は。そう、この顔でやるのじゃない、この顔でこそやるんだよ。それは本当に間違えないでほしいんだよな。でこれさ、同じ座標に地上にやって、これで敵対されればいいんだよな確か。ほら、これでまずとどめさせて、刺させて。なんか上手くなってない？やべ、このまま行くと俺は多分迷うから、俺このまま行くと迷っちゃうから、しっかりと、あ、またいる。そんなに盾使うとすぐ壊れる。そのために3つ持ってきました私。ちゃんと目印立てとこう。前場所ここにどこに来たのかっていうのをしっかり確認して、松明もそのためにたくさん持ってきたから、これでいい。で帰り道に回収すればいいんだ、もったいなくなったら。よし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 、やべ、ギーで、ジーいる、ジーが痛い。2体いるな。こんないたっけ、こんないたっけ。てかなんかあそこにもなんか巨大なゴーレムが。怖いよお前、怖いよマジで。こんな絶対いなかった。なんか増えてる、繁殖してる。うわ、逃げるな卑怯者。ナイス、一発。うわっ、熱い熱い。うまくなってる。いや俺はやれるんだ、俺やれる、大丈夫、俺大丈夫。みんな心配しないで、俺多分今日いけるわ。こうやってあのこういうところに繋がるところはひたすら、うえー、ほらこういうことされるからね。でドイツ車線に持っていく、うまい。していうか、そもそも明日はハードコアだったからす。おお、なるほど。いった、やつやつ。え、俺やってないよ、俺なんもしてないよ。俺違う、俺じゃない、俺じゃない。え、大丈夫だよね、俺じゃないよ、みんな俺なんもしてないからね。よし、だよな、だよな、友達、よし、友達、完全に友達。火消しときます。あのこういう時にやっぱりあのなんか献身的なプレイスタイルをすると、あのちょっとピグリンからの評価を上げておこう。あのここら辺の火消しときます、すいませんでした。あの皆さんちょっと暑いと思うんで皆さんちょっと火消しときますね。ほら、せっかくゲート立てたのに壊されてんじゃん。鈴木のゴマすりやって、ここも落ちたら危ないですね。ちょっと整地しときますね。ちょっと危ないです、ここら辺。あの燃えると怖いんで、ここもちょっと皆さんのためにちょっと一旦壁作っときます。大丈夫そうですか、よかったです。皆さんの幸せが僕の幸せ。よし、これ敵か。
これ俺の装備だ。俺の。でもこいつってさ、こいつ俺の装備だよ。でもさ、返してよ俺の。でもさ、こいつ倒すとさ、あれんじゃない？一旦ここブロック置いてさ、これで完全に封鎖して、あれ、これこれさ、ちょっと待って、一旦作戦会議しようぜ。これさ、倒したらさ、包囲網敷かれない？残りのピグリンに殺されないかな？だって村の反逆者になるわけでしょ。こっちも置いて、大丈夫か？これでなかったことにする。これで、もう一匹いたよな。これまだ俺甘えないぞ。ほら。減ってきた。俺のだ、これ全部返してよ。あ、斧も金の斧というかリンゴ欲しい。進化の目とかいらないな。ほら、ダイヤモンドプレートだ。来た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 。てかゴッドオブアルテミスがねえな。ちょっといらないやつ全部捨てるか。てか桜の万歳とかソウルサンドもいらないよな、言うて。生の豚肉一旦置いてって、あ、こいつもだ。よかった、よかった、ブロック置いといて。お前もよくもやってくれたな。し、これゴッドオブアルテミスじゃね、もしかして。ゴッドオブ、ちょっと待って、死ぬほどある、死ぬほどある。盾こんないらねえな。ちょっと一旦これ、いや、まとめよう。ちょっとおかしくなっちゃうこれ。金のブーツいらない。アンダーザ、アンダーザシーアンダーザシー、これ俺のアンダーザシーじゃん。思い出の品々が。なんで？来いよ。来いよ。相手してやるよ。なんで来ねえんだよ。盾構えろ。後ろもちゃんと。ちゃんと。いや、あとね、盾はね、斧だから効かないはず、確か。なんで来ないんだよ。追いかけっこだ。いや、前ね、盾でタイマン張ったら負けたんだよね。弓構えといた方がいいよね。
俺が学んだのは、ここを塞ぐということ。何これ、カジカタネザライト強化。なんだこれ、ネザライト強化ってマグマクリーム、ダイヤモンドずらし、いや最高。エンチャントソウルスピード、他なんかいるのあるか。これ他なんか持ってくもあるかな。泣く黒曜石、マグマクリームは一応持っていくか。チェストの中から広告出てきた。おもろいこと言うなお前。怖い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 。これ今怖いことしてるよね多分俺。スポナーどの辺だ。あれスポナーどっかや。あれスポナーこっちだっけ。あここか。あれここがというか最上階か。あれスポナーこっから見えねえ。あれか。あれこの下か。うわてか、うでかすぎる。なんだここ。こんなのに全員襲われたら、お、てか俺積んでねこの場所もう。これなんとかしてさ、あの宝箱欲しいな。あの宝箱なんとかして取れねえかな。ってことは、でもここで全体的な見取り図は分かった。ここの先にいるんだよな、豚が。これはわけわかん。返して。上がりたい。ちょ返してよ。ちょっと待って。泳ぎたい。泳ぎちょ勝てってだったすいませんでした。ごめんなさい。バカ、俺のバカ。俺のバカ、本当にバカ。ダイヤモンドの剣持った、弓持った。食べ物持った。食べ物は分けておく。で、松明がまた死ぬほど必要になるだろうから、石炭とこれで、また松明と、を死ぬほど作っておく。これ松明死ぬほど作って、で、そうすると棒がまた足りなくなるから、てかこれで半分持てるってのが大事。これでまた棒を死ぬほど作っといて、棒はどっちにしろ何個あっても困らんから。で、石炭持ってきて、よし。あ、そうだ。盾だ。盾一個持たないと死ぬわ。なんで今モンスターの声がしたんだよ。は？あ、今夜か。範囲ダメージがこんなとこで。マイクラってマジで
逆にこれよく子供できるよな、マジで。俺マイクラうめえ子供マジで尊敬するわ。何してんだお前、バッ。一回グーで殴らせてくれ。俺にはそれが必要だ、お仕置きが。でしっかりとここも埋めていって、あとは怖いのはあいつまだ俺のことを敵、そんな無理やんけ。早く行こう早く行こう。うわもう何やってんだよ俺は。俺は何やってんの。裸で持ってったら死ぬよな。松明も12個。いや、全然足りねえ。とりあえず木を切りに行こう、予策は。よし。で。もう5分経ったから全ロスしてるよ。お!ネザーでは時間が流らないことを、ご存知ない。大丈夫だな。マイクラ上手い人ってどういう意味で上手いんだろうな。なんかそのマインドを学びたいわ。そのプレイングってよりも。どこで差がつくんだろうね、マイクラって。よし。とっさの判断だよね、やっぱり。俺が一番苦手とするとこなんだよね。さ、で、金のブーツを持って、さ、盾も持った、金のブーツ履いた、弓持った、石のつるはし持った、鉄の剣持った。よし。さっきの場面とか上手いやつなら死んでない。オッケー。ああ、鳥さんだ。こっから出んのやめて。は?で、こんなち、お前、ちょ、リス狩りやめろって。全クリです。なんだ今の BGM。なに、これ全クリ?なんだ今のは。今のは知らん。正直なところ。弓で跳ね返したらなんかもらえるのか。オッケー、ありがとう。うまくいったらしい。なんか今すごい壮大な BGM が流れたんだけど。今のがテンパった時でも出せれば俺は勝てるんだな、多分。で、ちゃんと肉を食う。逆に切ってることが分かったから、なんか死んだ、知らねえやつが。ひきょうもの。それは知らない、それは知らない。はっ、なに今のは。だって今、後ろから、どっか道が塞がってなかったってこと。裏取りされたの。ラーク、そういうのもある。オッケー。一個、それは分かった。教えてくれてありがとう。ってことは、一回今回で学んだことは、あいつらは頭がいい。なんだこれ、見えてんのかお前ら。いや、急げはやめて。急げって二度と言わないでもらっていいですか。これで材料足りなくなったんで一回掘りに行きます。今の俺は冷静だからそれすらもできる。で、ここも掘って。いや、急げは、マジで。なんならブロックしちゃうかも。
だって俺の精神に異常来たすんだもん、その急げってコメントが。ブロックしちゃうかもしれないよ。だって俺が俺を守るため、これは。だってさ、マイクラって別に急ぐゲームじゃないんだもん。っていうよりもいかに急がないかというゲームじゃないですか。いかにその慢心を捨て、そのなんだろうな、というか一回ここもちゃんと塞いどっか。いや、ここ塞いだらもう多分帰り道分かんなくなるから。ネザライトインゴット、これか。今のが宝。俺は勝ったのか。これ何になるの、これは。これは何なの。まあいいや、後で。今はとりあえず急いで帰って、ゆっくり急いで帰って後で確認しよう。座標ちゃんと確認して、こっちも切った。どこだっけボタン、ちょっとどこだっけ、ごめん。 FX だこれ。なんか表示が消えちゃった。なんで表示消えたのこれ。なんで表示消えたの？ちょっと待って、なんで表示消えたの？ちょっと、おい！もうやだ、やだ、死にたい、本当に死にたい。あ、これと、で、ネザライトインゴットと、あー、なるほど！で、ダイヤ装備か。で、これでダイヤの武器。あ、防具でもいいんだ。え、どっち優先なんだろう？武器の方がいいのかね？武器と道具。とか、2個だとまずいのか、これ。とりあえず1個置いて、1個置いて。防具の方がいいんだ。じゃあ、え、これってさ、もうなんだろうね、このエンチャントしたやつでもいいってこと？エンチャントしたやつもそのまま乗るってこと？じゃあこれを試しにこうして、こうしてダイヤモンドのレギンスを、ネタライトのレギンス。これが最強装備ってことか。つけちゃっていい。作った最強のレギンスが。え、なんかやっちゃいました僕。カジ型は、カジ型は複製できるから。で、俺はカジ型をまだ2つ持ってるんだよ。ね、理解してきた。で、あれカジ型ってもう1個しかないか。で、カジ型は1個あるから、あ、で、カジ型は1個ここにキープしとかないと新しいカジ型はできないからってことか。
でその状態でってことは今はあのレギンスだけは持っておいてってことか。残党か。で、このちゃんと止めなきゃな、源流を。怖すぎる、これどうなってんだ、ね、どんどん広がっ、上から埋めなきゃダメなのか。いざ慎重に。一旦チェックいった。お前じゃねえ。こいつハマるのか。背が高くてってことははめられるのか。え、でも普通に倒した方が早いか、これ。あー、ごめん。ちょっと、そんな、ごめんごめんごめんって、ごめんって。ごめんって。どうすりゃいい、どうすりゃいい、これ。これどうすりゃいいんだ。やべ、的確だ。もう殺すしかないのか。これ全員敵対だろ。めっちゃくちゃだ。早すぎる、早すぎる、お前。痛い痛い痛い、本当に本当にごめん。ちょっと待って、本当に、お守り、本当に本当にごめん、本当にごめん。CTR でダッシュしろ。あ、CTR なんだ、ダッシュって。俺なんかダブル2回押しだと思ってた。あ、こうか。あ、どっちもいけるんだ。初めて知ったわ。あ、そうなんだね。あ、スペースも長押しでいけるんだ。あ、あ、こうか。あー、へー、あー、これ、はいや。あ、これでいけるんだ。え、俺初めて知った、これ。やった、いや、これかなり大きい、大いなる一歩だ。
外に出さないように彼。オッケー。そのノックバックもちゃんと見なきゃいけないんだな。今のうちにここに遮蔽作っとくか。遮蔽ちゃんと作って。そんな余裕はなさそうだわ。そんな余裕はなさそう。てか俺も落ちる可能性あるからな。いいんじゃない？いいんじゃねえのこれ。11本だ。やべえ、というかブーツがやべえなこれ。あっ、あぶね。こいつ邪魔だな。12本。え、もうこんなもんでいいの？なんかちょっと余裕持たせておいた方がいいかなと思うけど。大丈夫？一応余裕を。もう余裕あるか。14個。とりあえず14個。でもせっかくここ狩り場だから、まあ、やれるとき、狩れるときに勝っといた方がいいんじゃないかなと思うこともあるし。ちょっと待って、止まった。やばい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 、なんだこれ。え、固まった。大丈夫だ。あ、危ない危ない危ない。よみがえった。お前と、お前、お前、死ぬかよ俺が。ほら、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 よし。うわ、あそこ欲しいけど、無理だ。今何個？ 14 個か。とりあえずこれで一回帰るか。宿命は果たした。あ、下の方が経験値たくさんもらえるんだ。へぇよし、これで。で、お前は逃がさない。あれあれあれ、これまだあれ、これまだミリ残ってる。あれあれ、これギリミリタイか。あ、これでか。よしよしよし、これで変身するから。って熟練者か。これで熟練者になったということか。で、ゴールドをまた変えて。てかこれなんだ、ウサギの足、亀の鱗ってあった。これでもうできちゃうの？コスパエグくない？え、これでもうできちゃうの？え、やばコスパ！嬉しい！あ、これでもうだって、で、エンダーパールで、メダルドを、あ、4枚でいいんだ。ああ、エンダーマンよりよっぽどいけるじゃん。え、で、また、いや、これ、やばいやばいやばい、あ、来る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 。テンション上がってきた。
これも最近好きなんだ、なぜか。これワンコーラスしたところで、やべえ、石のあれも作んの忘れてた。あ、ここで作りゃいっか。やべえ、ここで作りゃいっか。よかった、持ってきてて。よしよしよし、はい、かなり耐えてる。いちいち声でかい、ごめん。ちょっとテンション上がると声でかくなっちゃうんだ。特有だから、特有だから許してほしい。で、一旦特有かまして、コスト5でいいの。あ、23かかるの、こっちはダメージ増加。お、てかなんかすげえついてる。なんだこれ、なんだこれ、すごいついてるぞ。おい、なんだこれ、なんだこれ、最強か。で、ダイヤの剣、うん、やばいな、来たな。へぇ、泥像って神なんだ。すげぇ、これで聖剣ラグナロクが。ラグナロク来たー。ラグナロクを、そして最後にこのラグナロクを、いや、作っといてよかったね。これと、これで、ラグナロク。すげぇ。あ、これでエンダーパール拾える？え、ドロップ通過で？てか、これに修繕とかつけたらどうなるんだ？いけるのか？あれ？これ、ラグナロク作ってから修繕作ってもいいのか？てか、修繕の本あるかどうか最初に確認しよう。まずは、修繕の本があるんですわ。あるんですわ。やばー。え、これ、世界変わらへん？ストラップタワーこれで倒せばもう、言うて俺はもうレベルいらないんだもんね。で、まずエンチャントしてから、っていうか、あれだ。まずは、ラグナロクを、修繕と、まずラグナロクで、これでラグナロクをまず修繕つけて、これでいいのか。耐久もつけた。いや、耐久はいらなくない？もうレベルいらないから。で、これラグナロクができて、で、これラグナロクを、やべえ、ラグナロクが、これとこれで、ラグナロク。うおー、かっけー。さらになんかつけちゃおっかな。あ、修繕2冊もあったんだっていうか。耐久力3とかつけちゃう。これで、で、ラグナロクに耐久力3つけると、おすげえ、もう特殊能力の神じゃん、こいつ。不法投棄祭りして、いらねえもん全部捨てて。これで、エンダーマン狩りに行くか。いや、明らかに、ドロップ率が異常。いや、明らかに、落ちるダメージの質が違ってる。違いがわかる、あなたに。しかも、一切傷つかない。もうこれ、石剣いらねえな。石剣捨てよう。だって、いらないんだもん。変わっちまったな。で、は？何してんだ俺は。ごめんなさい。ちょっとそれ返して。返して返して。ごめんなさい。反省してます、マジで。こういうのを本番やったら死罪だからね。理解した理解した理解した。あ、これでちょっと合わせるってことか。
こういうことか。マイケル・ジャクソンみたいになっちゃった。理解した全てを。どうしよう。で、これで動けないのか。ニコ？これとこれで、あれ？あれ？なんで？あ、無理なんだ。あー、なんで無理なんだろう。怖いわ。あ、重複しない能力を持ってるんだ。ダメージ軽減と飛び道具耐性は。なるほどね。あ、効果が競合してるからってことか。じゃあ飛び道具耐性で。飛び道具ってさ、炎とか、炎の弾とかも飛び道具なのかね。じゃあこれでいいのか。あ、じゃあエンチャント剥がせばいいのか。これで、剥がし台で、で、これ剥がし台で、これで、これ一回剥がして、で、剥がすと、これとこれで、あ、ええやん。あ、ええやん、これでええやん。あれ？間違えた。ごめん。間違えちゃった。分かった。ちょっと待って。これ剥がして。分かった。これでもう一回狙いに行こう。ちょっと待って。ごめん。ほんと申し訳ない。ごめんって。これでもう一回来るんです。てか、そういう本なかったっけ？お、すげえ本あるじゃん。すげえ本あるじゃん。これと、あ、すげえ本あるじゃん。よかったよかった。結果論 OK になった。よし、結果論 OK になって、よかったよかった。いや、結果論だな、マジで。でも、これはマジの結果論だから反省しよう。よし。で、こっからちょっと。ん？あ、一個。あ、間違えた。まあいいや。あれ？何これ？ん？なんかこれどうなってんの？あ、ちょっと待って、これどうなってんの？あっぶね、あっぶね。あれ壊れちゃった。これもう、あ、そう、こっから取っちゃいけなかったんだ。あ、水源じゃなくなるんだ。あ、すいませんでした。まあ、また昆布置けばいいのか、あそこに。オッケー。大丈夫。じゃあいい。よし。で、あそこに昆布置けばいいのか。ちょっとこういう余計なことすんのやめような、マジで。あとで直そう。でもこういうのってさ、そもそも、無限だぞ。あと昆布って、あ、これか。こんだけあれば。無限の負け筋があるってことか。で、あ、下を土にする必要があるのか。あれ？これでいいってこと？あれ？違うか。あれ？どうすんだっけ？こうだっけ？あれ？あ、水流だから置けないのか。もういいよ。ありそう。なんもね。
なんもないこと多くない？一発で倒さないと増速するんだ。え、なにこれ、ちょっとわかんない。謎かけ、これ何、え、ああそういうことだ。はは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 、くだらねえ。あ、ここドアになってたんだ。へえ、いいねこれ。こここうして、こうして、こうして、ルームツアーだ、おもんな。すごいねこれ。ちょっと過去一広いわ。回転神殿とかより全然広いわ。ゆうたさんの顔は突然変異ですか？突然変異でお前をブロックするわ。これで突然お前をブロックしたらごめんな。で、結構トコジラミがよ。ちょ、こいつ意外と分裂するのか。このギュピって音、このギュピって音か。これ聞こえてないの俺だけ？音量上げよう。落ちついていこうぜ。てか、ここの奥だよね。こんなんわかるかい。うわー、うわあ、危ない。これかさ、行くぞ。ワールドに接続中。は、どこここ。これ掘って進めばいいのか。下？下やべえこれ。もうとりあえず進んでいくしかねえな。すげえ声する、すげえ声する。目あったら終わりってことだよね。てか、ここにちゃんとあれだ、目印立てろと。目印作っとかないと。ちょっとここに水がありますよ。あれか、あの隙にってことか。ような気がする。というか、そしたらもうちょっと足場必要、建造物必要じゃない？ちょ、ここにさ、建造物、ちょ、建築しようよ。建築して、じゃないと届かないわ。中央の方がいいかな。それやだ。ここちょっと足場高いから、ここに家作ればいいんだ。
マイクラってそういうもんだろう。し、ど窓もいるか。今のうち撃てんじゃない。モノミヤグラから迎撃。こいつ無敵か。そっか、クリスタルであれしなきゃいけないのか。オッケー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 、理解した、完全に理解した。なるほど。しかもあいつハマってね、今のうちに建築しよう。ちゃんと関係て、あん！お前人が家建ててんでしょうか？ボケカスがよ。作ってるでしょうか今。職人さん怒るよ。家燃やされた。俺ん家が、中沢くん、中沢くんに俺の家が燃えた。俺の家を燃やすなよ。壁いらなくね？いや、デザイン的に。結構高えなこれ。結構高いな。あとさ、壁ないとさ、すまん、ブレス食らった時。そろそろいけるかな。こっから届くか、一回やってみよう。うまっ。どうなってんだ。うまこの辺か。もうちょい下か。ここ遠すぎるか。かけろ。来る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 。よし。しかもこれで、あれ、これ来るか。俺の家焼かれる。これやっぱ櫓強い。でこうする。よし、これあれだ、あのあいつがあの体当たりのフェーズだから、そしたら俺は家にこもって再建、もう一回、もう一回家を作ります。あいつ大したことねえな。あ、あれ狙えるんじゃない。モノミヤグラ、ちょっと一旦ここに。かっけえ塔だ。あ、ここに階段、螺旋階段作るか。クラフターの鏡で、こうやって、あ、かっけえなこれ。いやでもね、今全然テンパってない。一番落ち着いてる俺今。なんと、ここ最近で一番落ち着いてるわ。なんか楽しい。落ちた。あのマイクラが落ちた。
けだな、あいつ。これが落下ダメージゼロか。最強か。あれ？あいついなくなった。で、今のうちにツルハシにしとこう。バレへん、バレへん、まだ。うわー、爆発すんのか、これ。爆発したのは俺か？すげえ、外から見ても俺の塔かっけえな、これ。螺旋階段いいな。ちょっとこれね、遠くで見ると、見て。ほら。多分ね、後でちょっと見せてあげたい。これね、螺旋に巻くと、すごいなんか、トグロが巻いてるみたいな感じで、多分すごいかっこよく見えるんだよな。やべ、これちょっと来た。一旦帰ろう。一旦観光するね。一旦あそこ観光するぞ。ほら。ほら、エンダーマンも登った。あ、お前、やったんか。ほらな、エンダーマンもお気に召したみたいだ。ほら、ほら見て、エンダーマンがエツに入ってる。この DNA、 ほらみんな利用者たちが、利用者からもご愛顔の声をいただいております。あれ、俺の塔壊したの誰だよ。ふざけんな、マジで。誰だよ。こっち誰だよ、俺の家壊したの。あ、ここ壊されてる。ああ、もうなんで壊すんだよ。そっか、今シフトと CTRL を逆に押してたわ。これ走るになっちゃうな。これ気をつけよう。これ逆に押してたわ。これ本番気をつけないと。ちゃいな、この野郎。で、壊すんだよ俺の。あ、でもここなら修復できる。あれ、あ、ここか。あそこか。クソだけ。砦から行けるか。なんか砦がもう、ね、俺の砦が、ね、なんで俺の砦壊すの。チンチンみたいになって、ね、なんでこんなことすんの、ね、なんでこんなことすんの。俺の砦ボロボロやん。あ、というかこれをこっから行こう。なんでそんなことすんの。跡形もねえよ、マジで。だよ、せっかく家作ったのになんで壊すの。ひどいことしなさんなよ。これだけか。よし、じゃあこれも建築するか。かってえな。かってえ。ダメだ、これ無理だ。これ多分2年2000年かかる。2000年かかるから。マジで明日切れられるぞ。大丈夫、切れる人はいない。いや、別に気づいてたし、最初から。ただ螺旋は美しい。だって帰り道もちゃんと快適だし。ただエンダーの炎に焼かれるとなれば話は別になってくる。ほらよ。してこれで水バケツで。間違えたー。ナイスー。よし。なんかしんねえけど神プレイも出して、で吹っ飛ぶ。肉を食う。下向かしてもらうよ。
で、今すげえプレイが出たな。なかなかやるね。来いよ、こっちに。偏差値だ、パーカー。ナイス。よし、今俺はちょっと覚醒してる。申し訳ないけど。申し訳ないけど、今俺強いわ。そっか、地上に落ちてるときは空飛んでるときはあれか、何今のおきえ、な、何が当たったんだ今、あの時のショットが当たったのか。なるほどな、あの時のショットが俺の。お前それは甘えてるよ、さすがに。一人時間差が起きたのか。ここだろうな。ちょ、お前じゃない、お前とはやりたくない。今はよけいなことすんな。に燃やされたのに、なんで俺を狙うんだよ。狙う相手が違うだろ。俺はちょっと当たっちゃっただけだもん。これなんなら、くっそ、矢倉から攻撃したかったのに。やべ、ごめん当たっちゃった。お前ごとやるじゃら、じゃあお前ごとやるけど、ケツにえぐり込むように打つべし、えぐり込むように打つべし、えぐり込むように打つべし、えぐり込むように、えぐり込むように打つべし、えぐり込むように、えぐり込むように、どこだここは、痛い、危ねえ。俺勝てんじゃねえこれ、もしかしてだけど。惜しい。今旋回しなかったら。あ、惜しい。あ、惜しい。あいつ意外と。ここな。ならばここで。えぐり込むように打つべし。水の上から失礼。水の上から失礼。水の、水辺から失礼。水辺から、水辺から、こんにちは。水辺からしゃー、経験値か。52、53、こうやってどうせいいの。これで俺は終わり。レベルが64になった。任天堂64。あ、こっから帰宅できるのか。卵がモニュメントの上にある。あ、これか。はい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 。ここも建築を怠らず、ちゃんと神々しい階段を作ってあげましょう。よし。それでは、何これ。これ普通に。え、これどうすりゃいいのこれ。触ってみなさい。これも気になるな。シェルカーボックスを、あー、これで、でっていう、これなんか、え、おお、持ち運び可能なチェスト、これ壊しても中身壊れないってこと。え、紙じゃん。え、もう手持ちが増えたってことか。は、バカじゃないのそれ。神にも程があるだろそれ。じゃあドラゴンのこれとか全部持ってって。え、これ2個積みとかできんの？やば。
ゴミ詰めるようなあれじゃないな、絶対。無限なんだ。やば、超いいじゃん。すげえ。で、これを。で、もう一回置いてみるよ。すげえ。すんごいこれ。これすんごいよこれ。あー、じゃあこれもちゃんとエンダーアイとか持って帰って、まあ、こいつはエンチャントとかもこれも持って帰って、いるやつだけ、ステーキも一応持って帰るか。で、いるやつだけ持ってってこれ置いて、あ、すんごいこれ。文明開花。さすがにこれ文明開花だな。あ、すげえ。くっさ便利だ。